えー、もぎなおこです。えー、まあこの眼下吹き抜け骨折と、それから、えー、この一軸もみですね。あと、サッカーショーがここに、6年経ってるんですけど、まだピアーっと残ってますね。こっからここまで15センチぐらいあるんですよ、ピアーっと。で、この根元に、その、かさぶた痕があるんですが、これを私が、あの、54の交通事故なので、私がね、あの、 看板だって言ってたんですよ。樋口っていう皮膚科のおばはんがね。まあ確かに、あの、もしかしたら樋口っていうおばはんは、私より年下かもしれませんよね。<laughs> うん。でもほら、私の顔ほら、ベビーフェイスなもんですから、あの、まあこの、先生、ここ、ここ、ここが、こういうふうに、あの、作家賞がたくさんあってと。ここにもあってと。あ,あ、わかんないわかんない、そんなの。化粧すればわかんないわかんない。あの <laughs>、 傷があったかないか、傷があるかないかなんですよ。先生、と。ここもあるじゃないですか、ぴゃーっとこう、バーっとこう、一箇所、長いのがと。そしたら、大丈夫。化粧すれば。あんた可愛いんだから。<laughs> そこだけなんかあの、どっかのあの、あの、なんて言うかな。まあいい <laughs> あの、ええーま、町内会の、あおばはみたいに、<laughs> 大丈夫と。違う、先生。 怪我があったかないかなんです、先生、と。あったんですから、こういうふうに、ピアー、アピー、ーというのを私が力説してました。先生、こっからこう、ピアーっとあるじゃないですか、先生。見てくださいよ、と。だ骨折だから、あの、うち皮膚科だから。いや、だから先生、ここにもあるじゃないですか、こうやって。15センチ長いのが、と。先生、ここもここも、と。あんた、ここもここもって、そんなこと言ったって骨折でしょ、それは、と。いや、 眼科吹き抜け骨折と、それから顔面骨折があるから、叩きつけられてたら当然、サッカー症になってると。あの、パンチだってグーパンだったらば、それはないかもしれない。でも、グーパンでこんなにへこむほど、あの、この衝撃度数が高ければ、それこそそう、失明してたり、眼球が中になってると思うんですよね。だから、あの、中立表現は、 私の遺障害金が二回転してるのが分かってて、そして、合、え、計、ー、億円のお金が儲かるぞって言って、えー、ネイビーが暴行したって出ちゃうをしようとした。でも、そしたら、眼球自体がなんかなってるんですよ。ほら、私目の下、なんかあの、ブクってこういう風になってるってバカみたいなことを平然と偽装しようとしたでしょう。ないんですけど、私そんなこと。ここは顔面骨折、ここも、えー、眼下腹筋抜け骨折と。 で、バーンと4万2000トンのパワーで叩きつけられたから、だから、目が奥まっちゃっただけ。だけど、そこに、えー、メスを入れて、そして、目の位置をずらす手術なんてしたら、失明の可能性も高くて、そして、かつ、あの、手術痕は、じゃあ、先生、消してもらえるんですかと。それは美容整形だから、うちじゃないのと。保険効かないよって言ってきましたね、どっちも。じゃあ、先生、この膨らみは、それも美容整形だから、うちじゃないのと。 あの、<laughs> じゃ、先生、後遺症背景を、あの、まあ、出るとは私は思うんですけど、先生、後遺症ですよね、これはと。それはね、骨折だから、整形外科に言ってって、これなんですよ。でも、実は書かせていた、樋口に。で、損保ジャパンの、えー、認定医とする、小田信也ってのは、三井住友会場の、えー、っと、まあ、あの、 えー、大宮支社になってますね。確か、えー、小田周平は、えーえー、っと、高橋さんによると、損保ジャパンって言ってましたよ。損保ジャパン、んカスカベって言ってましたから。あ、そうなんですか、ね。よく調べてるな。さすがディーラーだ。さすがトヨタのディーラーだ。やることはすごいなと。あの、なぜわかるかと。高橋優王さんが。あのー、 ただの合同タクシーの方なのに、なんでそこまで調べるのかなっていうことと、自賠者の件でどういうことになってるのかちょっとわからなくてって言ったらば、それはね、あの、損保ジャパンが、あのー、最初に動くんですよっていうようなお話を、あの、理店も言ってたし、それから、えー、っと、ユウオさんも確かそんなこと言ってたようなことを私は思ってて、そして、えー、ウオさんが、 でもね、小田先生ってね、あの、正規議会らしくないんですよね、なんかね。あの、直してくださいっていう話の、足の剣とか3回言ったんだけど何も言わなくて。そして、あの、ま、顔の収蔵それは骨折だから、そっちに言えっていうふうに言われているから、樋口っていう皮膚科の先生にね。先生、ここ、ここって言ったのに、あと、先生、ここの胸骨があってガバッと見せていたと。 そしたら、チラッと見て、に、にっこりもしないんだよ。<laughs> えって言って驚いた顔して。<laughs> だってほら、胸なんか、胸だの背中だのは、あの、ほら、手術で、あの、見てるじゃない。特にあの、腰とかなんかのは、手術するから、見てるわけでしょだから、あの、ブラしてようとしてなかろうと <laughs>。あの、先生ここがっていうのを、ばーっと見せて、先生ここなんですよ。これ、隆起してるでしょと。 骨折なんですか見てくださいと言ったら <laughs>、あの、看護師が、斉藤って看護師が、タオルを持ってきて、あダメだ、ダメだ、ダメだ。<laughs> いや、それ、優王さんに話したのね。ああ、ともう一人、あのー、合同さんにも言ったな。それ言ったら、それ、見せたくて見せてるわけじゃないもんね。 そうなんですよ。だから、医者だと思ってるから、先生、ここって胸を見せてるだけであって、そしたら、看護師が、それ、見せちゃダメって言って、タオルを持って、胸を隠すあの、いや、違う、先生に見てもらって、それ書いてもらわないといけないから、私がと。こんな隆起しちゃってるんだから、レントゲン通りなんですから、先生と。私は真剣そのもので、胸 <laughs>、胸見ろ、胸見ろと。 露出狂じゃないね。露出狂じゃないんだけど、胸見ろ、胸見,胸見ろっていう風にやってたといや。書いてもらいたかったから。<laughs> そしたら、その、斎藤って看護師が、<laughs> ダメ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 ,ダメ,ダメだから、胸とか腰とかそんなものは手術するときに見てるだろ、散々。なんかね、補定屋曰く、患者は、えー、整形外科というものは、やおやだ。だから、足は大根。<laughs> <laughs> まあ、確かに大根だけどね。で、胸も腰も、やおやの、その、例えばキャベツとか <laughs>、そういうものをかっさばいてるような、あの、感覚でいけと。人だと思うな、というふうに、なんか、あのー、教授するらしいよ。その、ホテイヤって、デブ、デブのメガネがね。でも、ホテイアってのは、あのー、書いてくれなかったよね、結局ね。うん。それに、あの、私のその、えー、今、その、広告の定義になってるやつ。 これ通知書が来たから、これは、えー、私のこの足の後遺障害器を本人であれと、いうことですね。19年のこの骨折、これは、あの、あいが一旦を落っことしてるわけね。あいおがね、ここの19年。だけど、あの、私は受け取ってない非接触事故で、で、19年は別に交通事故じゃないから、医療紹介に粉砕骨折って鈴木外科医がパッてこうなってるものの、 あの骨折歴があったとしても、その後に28年がある。転がってっちゃったやつ。重なってるのかもしれないけど、こっちとかね。重なってるのかもしれないけど、あっちゃこっちゃこう、あの、えー、っと、白洋高校の入り口からあの、体育館の入り口までバーッとあの転がってったって話だから。で、血液が点々点々って、あれどっから血出てんだろうな、開放骨折じゃないのに、と。言ったら、その、星慎一郎というのが、 ま、あの、その、ふもとまで降りてったときに、ま、ふもとまでその降りてったときに、あの、私が、そのもう、気絶というか、外傷性ショック死で、あの、そのときにもう心肺停止になったらしいんだよ。で、急いで、その加害者の方が顔を一生懸命そのバスタオルで、こう拭いて、拭いて、そして救急車が来るまで、あの、蘇生行為をしてあげたと、いう話らしいんだよ。 ああ、そうだったんですか。で、その後、その、救急車が来て、その、電気ショックとかいろんなものをして、そのまんま、えー、中央病院に行ったと。それは、あの、確認してないんだよ、私がね。ただ、4時間タイムラグがあるんだよ。あの、17時55分の通報。その後に、その、入院、入院っていうか、まあ、あの、緊急搬送された後、4時間ある。だから、ずーってフラットライナーになった なった後、その中央病院で蘇生をまた、こう、肋骨折れてるのにまたバシバシやってたから。だから、前、真ん中の胸骨が、クイッてこう持ち上がっちゃったねクイッてこういうふうに。こういうふうになっちゃった。キュッてね。だから、あの、胸骨の、えー、骨折が隆起しちゃってる。でも、それで、息がやっと、ピチョッ、ピチョッとこう、あの、あのー、 脈が戻って、そして、で、ま、脈が戻ったぞっていうことで、そのまま緊急搬送と。で、緊急搬送されて、私がそのナースコールのその、ま、前の、ナースセンターの前、前で、あの、私が入院して、で、加害者も一緒に心配だからって言ってくっついてきたんだと。で、星新一郎も一緒に現場検証をその後しなきゃならないから、加害者と言って、できてた。だから、 あの、警官と、それから本人と、一緒に、その入院の、その、一緒に行ってた、ということで、で、あの、その時に、全身を取ったって言ったんだよ。あの、えー、っと、長屋彩子はね。それは、翌日に私が、意識が冷めて、そして、先生動けないんですけど、と、第一声と。雨冷めたのね、って言って、 で、看護師が言って、そして、先生呼ぶからね、って言って、先生が、佐々木、あ、じゃない、長いだ。長いえー、あ、長いえー、あや子、えー、医師が、あ、お、起きたんだね、あ、意識戻ったんだ、よかったね、と。で、えー、っと、その、怪我のその部位は全身取ったから、あなたの顔これね、って言って、その、顔の、 ブワーッとこう、内出血で、先生、すごい顔だと。先生、あの、全身動かないんですけど、と。そりゃそうね、骨折してるからと。<laughs> あ、そうなんですか、と。本当身動き取れないんだよ。起き上がることもできない。それから、あの、寝返りも打てない。だまっすぐこういう、まっすぐの状態で、夢中打ちも減ったくりもない。もうとにかく動かない。先生、動きませんと。足も動かないし、 寝返りも打てないと。それで、その、うん、そらまあね、当然だよね、と。で、あなたの顔の状況がこれだという XP のその、でっかい写真をこう見せて、あなたその顔は手術だから、ええー、と。私が、ええー、か、顔手術ですかと。先生、足はと。いや、顔の方が先よ、と。いや、でも先生、手術って顔どうすんですかって。ここの、目の下に、あの、 メスを入れて、目がバーンって引っ込んじゃったから、前に出さなきゃと。前に出さなきゃなんないんだよと。ええ。でも先生、傷が残るじゃないですか、先生って言ったら。いや、それはね、あの、しょうがないんだからと。いや、でも先生、先生の顔見えてるから見、え見えてるの実際1.5だったからね。1.5、1.2だから、 あの、見えてますよ、先生。これ目の位置ずらしちゃったら視神経切れたりしませんかって言ったんですよ。そしたら、あのね、医者に向かって、あの、あれこれ指導してくるのと言って、ブチ切れちゃったのね。あんた一生その顔よ、と。いう、その顔よ、あなた。手術しないのと。なんでしないのという、あの、わがまま言ってる患者みたいに言われて。<laughs> でも、あの、 確かにね、この、ポコンってなってるんだよね、ここね。で、確かにこうなってるんだけど、だけど、目の神経が切れてるわけでもないから、ガチャ目だにはなってるけど、もともと視力ってのは、あのー、私1.5、1.2だったような気がしたから <laughs>、そんなにひどくはないけど、ただ、こう見てくれがバーンと叩きつけられてるから、こうくぼんでんのね。くぼんじゃったんだよ。あのー、 ま、数ミリ多分奥に引っ込んじゃった。だから、あのー、まあ、焦点が合わなかろうと言って、えそういう両眼福祉、禁止遠視乱視とか言っていろんなもの書かれてるけど、いや、遠視乱視はないけど、先生、この目がね、目がこっちこっち行ってると。<laughs> 先生、よく見てください、先生、この目をと。私が写真って知らないから、先生、ロンドンとパリ、ロンパリと。 だから、ロンパリになっちゃってると。うん。でも、そのロンパリが、あの、こうやって、こう上げると。とか、こうやって話してるときとか、その時ちょっと、え、左目がちょっとおかしいな、位置的になと。こっち行っちゃって、こういう風になってるのかな。前に倒れてて、こういう風になってると。でこっちは別に普通の定位置だと。まっすぐな定位置。こっちの目の玉が、ちょっと倒り気味になって、こうなってると。 うん。む、難しいな。こうなって、こうなってると。パリへゴーってなっちゃってるということですね。うん。そういうことです。まあ、それを、この文章に直さないと。えー、っと、特別広告が定期。あ、定期だったんですか。客観だとばっかり思って、またかよ。また収入因子がいるじゃねえかと。言って私がふつふつと。もう金がないんだから。 勘弁してくれよと思ったんですが、これが通知が来たから、その2週間内にまた出さなきゃならないので、私は出します。というわけで、こういう形ですかね。まあ、あの、えー、申し立ては今まで許可報告で散々出してるのに、なぜこれを、えーとやってるのかっていうところなんですが、おそらくその川崎のぞみにお金が与えられて、それ川崎のぞみが、損保ジャパンのお金をじゃんじゃん落としてて、 そして、えー、最終的に、その、損保ジャパンの金を使い込みしたくせに、その女で。その女は、あの、トヨタに寝返ったと。日産蹴っ飛ばして、トヨタに行っちゃったんだよ。安田海上火災で。汚いでしょ、この女。トーマス・ジェームス・ホワイト。あなたがやったのそれとも、えー、っと、チューリー・フィナンシャル・インシュアランス・カンパニー、マリオ・グレコ。あなたが、えー、日産にその女とくっつけて、 あの、日産の、日産火災、安田海上火災の金を、に、日産ではなくてトヨタに使ったのそのジベたタは確かに、日産の、小木原、あの、安田海上火災の弁護人、増力紀キノこ,こと、小木原安蔵えー、萩原っていう、その、看護師の名前。それから、萩原明子っていう、埼玉リソナ銀行の公員の名前。 その女房の名前をまた、戸籍にスルッと入った、えー、っと、安蔵だからもしかしたら、えー、<laughs> 原田康くんかもしれないもう原田康くんね、追いかけていくとね、もう多重婚なんだよ、こいつ。なんでかなーと思ったら、結構ね、甘えん坊さんなんだね、きっとね。あの、年上の女房だろうが、なんだろうが、あのー、食っちゃうんだね、こいつね。うん。結婚離婚、結婚離婚ばっかりやってるから、あの、 小木原ら。もぎな子にちょっと雰囲気が似てる。よし、結婚しようと。よし、結婚しよう。よしとよし、金ゲット。金ゲットだけなんだやつ、韓国人だからさ。で、その金を、韓国に送金してると。もちろん、えー、自分たちの家族がいるから、韓国にね。で、何かまずいことあれや韓国に入れ替帰りゃいいや。だから、中国人も韓国人も、その、基本のせいは変わらないわけ。英語が達者ま、確かに、まあ、かにあの、韓国人とか中国人は、 日本人よりはるかに英語は達者だよ。日本人はね、あの、複雑なんだ、文章が。あの、ひらがな、漢字、それからカタカナ、外来語、たくさんあるんだよ。で、方言、それもあるから、いろんなその表現方法があって、複雑なものを英文に直す。英文の方が楽だっていう話だけどね。全部一括りで、えー、一つの単語で全部それを流用するっていう。 形らしいんだけど。だから、日本人がその外来語を勉強しようとすると、日本人の文章がすごい複雑だから、大変なんだよ、その頭の切り替えがね。でもそれを達者にやって、えっ、ー、と、外国でその暮らしているっていう人もたくさんいるだろうから、私もその喋りやすい多分ドイツ語の方を学んで、で、そこで生活しなくちゃな,ならない。 金が持ってかれてるし、で、行政裁判はこのようになってるから、国が回収しろと。えー、私のその、えー、損害でもあるけど、国土交通省はこの時しか出てこれないんだよ。うん。あの、普段は、日産は日産、トヨタはトヨタってして、金を、あの、まあ、自分たちのその保険会社のところで、プール事務金を使い込みしてたわけだよ。あの、多少水増しして自分たちの経費を除いてってことをやって、 そして、被害者には小学にするっていうのが上等だったんだけど、私の場合、証券番号が一つじゃない。二つ変えられて、その後、複数回その証券番号が変わってたと。それが、えー、小玉自動車工業、そして、暁ライフ、ブーンス、この三つが同時にやってて、そして、どうやら、あの、東京海上日動のハッピーライフっていう、その、 えー、幸福の科学の連中。この連中も、もぎみつのその東京会場が、えー、っと、契約だから、代理店としてなっていて、そのモギミツは当時、えー、っと、トヨタ乗ってたのね。で、私の交通事故を境に、日産に喰らわてんだよ。だから、そのことを、あの、証拠調べ請求をかける。だってほら、えー、恋、または過失による、 えー、事件は、恋性が高い場合は、保険金の、えー、回収対象になるわけだよ。私は、本人は払われてなくて、川崎のぞみに、金が余っちゃった、君にプレゼントっていうことを、原田康と、上田、えっ、ー、と、めぐみと、それから、もう一人が、えっ、ー、と、のりひこが、まあ、小木原と、それから、えー、ま萩原と、その、 えー、自分の特殊関係人の川崎のぞみに、回収したもので君にプレゼントしようってことをやったわけだよ。で、まあ自分の子供を交えさせて、そして世帯を持ってっていうことをやって、そして、えー、工事町のビルを建てて、名義は田中だったと。田中博明。田中博明は、三菱 UFJ の役員だった。小松正明、三井住友会場の料金センター長も、 え時、三菱 UFJ 銀行の、新宅銀行の方かもしれないけど、役員になっていた。それから、青木明は、損保ジャパンの青木清として、えー、お金を、役員手当をもらっていた。三井住友会場の青木明は、実は、KDDI グループの人間だった。だから、損保ジャパンなのね。 で、三井はなぜそれを、そこを傍観してんのかと。で、ここで登場するのが、たーんたーんたー抜きの、松本ワーがた、あの、登場するんだけど、松本の正体は松本一松本、松本光一、松本松本三雄っていうのがいるのね。さあ、ここで、松本三雄さんが、茂木直子さん、もしくは茂木孝子さんと結婚した場合は、えー、もてぎ三津の、 誕生です。そして、えー、自分の嫁、モテギ・タカごが、まあ、認知症になってしまったと。顔ぶつけてるからと。言って、作業をやっていたから、うん、最初に、えー、本場わせ田の三丁目の物件に、松本、松本、松本、三件あった、松本がね。で、その投稿を取ってみると、それぞれが違うのね、名前がね。これんだろうな、と。でも、松本光雄が、実はその物件もあって、そして、 えー、その人間たちはみんなあの、東京に、あの、東行きがやとか、松本孝一とかね。それは、え宅を持ってる。でもそれは、もしかしたらその、土地転がしをしたあられで、自分たちは、本所和すに住んでいると、まあ、すぐ定理に入って、問題になるから、東京に逃げようと言って東京行っちゃった。それが、目黒区だったり、世田谷区だった。で、川崎のぞみも、目黒区と世田谷区。 そして、池田清人っていうファミリーコーポレーションっていうところに、えー、っと、同じ敷地内にアパートを持っていて、そして、川崎のぞみは、その一角のその自分たちの池田清人の、えー、っと、敷地内に、えー、っと、ま、事務所を構えていた。だから、えー、どういうあれなのかなと思ったけど、あの、アンティーミンスを見ると、 坂本、田村、田村、ナタリア。ナタリアは、おそらく、あの、損保ジャパンではなくて、中立費保険のマリオ・グレコ。イタリアでしょ。マリオ・グレコは。だから、ナタリア、という、あのー、まあ、サード名をつけてると。田村は、田村。だから、田村のぞみ、田村茂げ亭が、大和ハウス工業にあって、そして、 バンドのぞみが役員になっていた。そして子供はナオコという女を産んだ。だから、田村直子が誕生してる。うん。で、田村直子は、実はその田村っていうのが、愛用意に制度は損保の役員の田村、田村悟だった。田村悟は、実はその、田村は、まあ、田端の田、村田の村、 で、悟ルは、小宮悟ルの悟ルだから、東京会場と、それから、えあいおいにせいは村の村田との合作。そして、物件は村田という、あの、物件もでっかい豪邸があるよ。あの本、本庄本城市役所の近くと言えばいいのかな。まあ、本庄のメイン通りにある。一番角っこのいい場所のと。 土地ね。そこにある。それから、本城あ、本城だけではなくて、小玉にも、村立ててでっかい豪邸があるんだよ。で、それは、本城と小玉は、小玉が最初みたいなんだよね。だから、それを見ると、村立っていうのは、愛い,いに聖堂は損保の物件。で、えー、非接触事故で、茂木直子が室外骨が粉砕骨折19年あるから、それで最初に横領したのね。 でその罪を着せて、警察費をたくさん落としてた。だってその後、もぎなおはだって運転してたから。非接触事故でお金もらってないからね、私が。なのに、なんでこんな追いかけっこの材料にされてるのか、ということで、警察にも訴えた。そしたら、認知症をつけたんだよ。その時点でね。で、その金4800万も、中立保険の米沢拓也って腐ったこの人間がやっていた。だから、基礎悪の根源は、中立保険、 ブランチオブジャパンの犯罪なんだよ。また今回も同じように、じゃあ、うちが回収しようよ。ラッキーチャンスだ。えー、三井住友は,は、支払い判決が出てない。うちのあの、えー、田畑明が、その、託を出したその残りかすの金で、シャンシャンだって、これで全部が含まれてるっていう風にして、そして、原田康しは、原田文彦として、えー、原文彦と結婚して、そしてそれ、原文彦の、 顔を、こんな風にザーッとあの、作家賞を一つ付けて、模擬直子だと偽装したんだよ。だから、損保ジャパンの犯罪。うん。それは大、大、大減税。そして、えー、眼科吹き抜け骨折を忘れてんだよ、この、バカなババアはさ。今、福祉課にいるよ。前は、都市計画かだから、都市計画に連動して、自分たちの総庫の連中が、こぞってローンを組んで、だけど、ローンを組んでるけど、少額なの。一千万なんだよ。 地べた30万で、早稲田の森で1000万、吉田すぐるなんか全然ローンも組んでない。そこから実は原田、えー、警官が出てきた。あの、私がその告訴状を出したからね。あの、小玉署にこの保険金詐欺は小玉自動車工業が舞台になってるって言って、で、提訴をかけますっていうことを今持ってきましたから受け取ってくださいって言ったら絶対受け取らなかった。担当が、 今や、あの、あなたの件決まってないし、それにあの、係争中でしょ民事の方が。よく知ってんだよ、こいつら。えそうです。それ、支払いが出るかもしれないから、それが終わるまで、あの、横領ってことは言えないよ、なんて言いながら、でも、小学手でしか向こうは払うつもりがないから、債務不存在なんだよ。で、動いてる金額は1580億だったんだ勘定してみるとね。414とも一気に、 都市計画に連動して、だから原文子が犯人なんだよ。どこしてったろあのおばはんを、福祉課で。だから全部が犯人なのね。だけど、それが言えるかどうか、それは素体法にかかってる。それは、検察庁が決めること。私が訴えても、その審議に上がるかどうかっていうことも決めるのは、最高検察庁。だけど、なんでカルロス・ゴーンだけ捕まえてんのかってことだよ。もともとカルロス・ゴーンは、 でじまいしちゃったから、株式のその、えー、該当するその株価に連動したその持ち分を回収しただけだから、何も問題はないわけだよ。うん。ただその、手法が日本人になじまない強引な人事や、強引なことを言ったから、それで反感を向かった下の部下たちが、なんでは、うちらばっかりこういう左遷されてんのかっていうことで、まあ、あの、反撃を、いろんなものを、 ほっくり返して、これは、例えば、あの、自分たちの個人的なもので使ってるんだっていうことを暴露し始めた。そんなこと言ったら、そのお前たちの豪邸は何だよ、それは。吉田、すの豪邸は何だ、それは。うん。被害者の後遺障害金を横領して、それに使い込んだお前たち社員はどうなってんだよ。増力のキ、ノそれからあぜ、アゼモお前だよ。うん。村田じゃねえか、こいつ。多分。それから、 田村望と、それから川崎望の件だよ。私の承諾行為をしたのは、今井洋子でもなく、それから、えー、もう一つのその、石塚千明でもないよ。だって全然葬儀だし。小木光雄は、離婚系争相相手中なのに、お前が、あの、交渉するから話がまとまらないんだって言ってたから。 で、タクシーの件があれだろうお前が請求かけたからだろうってって、私が請求なんかかけてはいない。あれは合同タクシーが請求をかけた。そして、もっと言うなら、青木明が、その合同タクシーを使えって言って、えー、その足のその、えー、診断書が出るまで、それは使っていいんだって言ってたから、あ、そうですか。 じゃあ、その病院行った帰りにスーパーとか寄ってもいいですかって言って、それも10分ぐらいで待機してるわけじゃないよ、まあ。待機はしてるけど、10分ぐらいなんだよ。さーっと言って帰ってきてるけど。その、えー、お金も、あの、使いすぎるって言って、その、使いすぎるって言ってるけど、じゃあ、あの、金額的に1日4万円なんて言ったら、そういうのを請求したおバカさんがいるんだよ。それは、あの、待機だったら、 翌日になっちゃうだろうと。だから、メーター入れてて、あの、待ってたとして、送り迎えをした後、そのままメーターは上げっぱなしにしてたんじゃないかって言ってんだよ、私が。だけど、それを、えー、それまた、その、原田やしや、坂本勇がそっくりそのままそう言ったんじゃないかで、私が言ってるっていうことで、あのー、そういうことを、自分たちの管理が悪いくせにそんなことを言ってるっていう、 あの、非常非常識で、ひどいありさまなんだよね、こいつらが。で、私の足の遺障害筋を横領するために、下半身カットにしたのは、小田周平こと、小田新平ってやつだよ。あ、小田新也かな大宮支部、三井住友の大宮支部にいた。カスカベって言ってたけど、もしかしたら、大宮の辺に住んでるんじゃないかな。うん、今横領したからね、足の剣で。豪邸構えて、 そして、大宮の近辺の、その医者としている。それから、本所総合病院も整形外科医としていると。で、日大もいると。大宮あたりだと都合がいい場所だからね、真ん中ぐらいだから、そんなに遠くはないから。新幹線通勤でも別に、とまあ、増産はないから。医者だっていうと、経費がいっぱいほら、金がね、あの、日給的に高いから。で、 自由な時間も結構自分のスケジュールで取れるから、そういうことをやっていた。それで臨転機を回していた、小田新平の犯罪。そして、えー、それは、えー、それが訴えられたんで、自分の三井住友会長が引きとったんだろう。あの、損保ジャパンの、その、金をうんと食い潰したから。三井にうんと金を流して、最終的には、その、みんなの土地とかいう、とあ共産主義丸出しな、 その私の後遺障害金を使い込みした本庄早稲田一丁目で、その地べた、駅前の地べたの駐車場を買って、その駐車場を今度トヨタに貸し付けてる。地主として。それが、増力リ彦こ,こと、えー、萩原、えー、と、安蔵もしかしたらこの安は、えー、と、安田海上火災の原田安氏の安。 で、像は像力の力子の像。で、荻原、もしくは萩原は、えー、っと、まあ、えぇ、ー、埼玉リスナー銀行の萩原明子。もしくは、えぇ、ー、埼玉トヨタの、あ、埼玉リソ、ん、みそ、埼玉より病院の看護師の萩原。でも私は看護師経験もないし、そして、そういう熱像を、カルテをやってたんなら、それは、 犯罪だから。犯罪だから、あの、私がその、黙って別に、普通にやってて、そして、えー、その、えー、データ等も、私自身が取れるものはちゃんと持ってきたんだけど、中がいかんせん、次の交通事故やら、えー、ガタガタやってる時に、もう、しっちゃかめっちゃかだのね。なんかこ、こ中がバカッと開いてると、いう形で取り放題にな,なっちゃってる。で、 バカみたいな地帯裁判をすれば、被害者が疲弊するのよくわかってるから、なかなか判決も下さず、えー、一応最高裁に上りましたっていう、規制事実を作るために、却下よ,、ね、却下よりはいいけど、その、行政裁判の方を、えー、特別広告として挙げたと、いうことのようですあ。ですので、それは、あの、山沢美保子の、えー、その決定内容に関しては、 えーうん、11民事部が、えー、っと出してきたということですね。そして、えー、っと証拠,し証拠説明書もちゃんと添付して、そして移送決定確認書っていうふうになってる。つまり、 一本化しますと。一本化しますよっていうのを、えー、去年のうちに出した。なぜなら、あの、結局、9民と11民は、えぇ、ー、損保ジャパンと三井だから、えー、っと、バラバラにやっても結局はしょうがない。同じ案件だから。で、併合してくださいね。それから、移送してくださいよ。っていうことで一本化したわけ。 で、えー、最初に分かれていたものをなぜ一本化するかといえば、まあ、そういう理由。あの、結局同じ案件だから、自敗と任意は、えー、最低限払わなきゃいけないもの。証券番号を複数書いてるのは損保ジャパンだから、三井はその件で請求したいと。でも、茂木直子、本物の原告じゃないと、実は、川崎ぞみで争えないのに、 川崎のぞみでお金を受けてたゾウリキンのりひこっていう、あの、腐った連中がいたので、ブライトンビルもここで強制執行をかけることができる。私がするんだよ。うん。で、その他の銀行にも点在してるものがたくさんあるだろうから、それも保全を、まあ、群馬銀行も含めてやってるはずなんだよね、今ね。だからそれも含めて、あの、証拠隠滅を多分かけてると思うんだけど、 そのために地帯裁判をして、自分たちに火の粉がかからないように、それから捕まらないようにってことを、まあそこは弁護士だからゾウリキノリヒコに頼んだんだろう。結局弁護士を頼まないと、そういう、あの、隠蔽工作ができないと思ってんだね。逆だよ。ゾウリキノリヒコが、ブライトンビルを所有してる、えー、工事町の、 あの、壺、おそらく1000万以上。おそらくじゃなくて、絶対1000万以上。億単位かもしれない。そういう、でっかい案件を。架空の不動産物件、地べたが架空だって、あるかもしれない。それで金を転売作業をして、作業をやってるかもしれない。でもそれは、どっちにしろその、あの、取得したその地べたの町名があるからこそ、法務局は受けてるわけで、 古いビルだろうが、何だろうが、実際はあの4階しかなく,なくても、それでも、その所在地にビルがあれば、その所有者であるとして、東京を出してしまえば、その証拠物の物件は、あの、転売とかなんかがされると。で、証拠物の物件を、どうやらマレーシアかなんかに転売しやがった、アリムラっていう、